品田武史君。委員長。立憲民主党の品武史です。平沢大臣、よろしくお願いいたします。また前大臣の、田中先生も筆頭として引き続きこの場にいらっしゃるということなので、今日は田中復興大臣時代にご答弁いただいたことなども踏まえまして、いろいろとご質問をさせていただきたいと思っております。まずですね、今回大臣所信の中で、次のようなくだりがありました。人口減少等の地域課題の解決に向け、企業、大学、NPO 等の多様な主体の連携を促進という表現ですが、これは具体的に何をするものなのか、大臣お答えください。平沢復興大臣。東日本大震災からの復興にあたっては、現状復帰にとどまらず、震災前から抱えている人口減少等の地域課題を解決して、活力と魅力あふる地域の創造を目指すことにしております。このため、被災地での活動を行う企業、NPO、自治体等の取り組みを、新しい東北の創造に向けた取り組みと位置づけまして、きめ細かなハンズオン支援や情報発信等により、コミュニティ形成、産業なりわいの再生に取り組んできたところですけれども、これからも取り組んでいきたいと考えております。復興庁としては、これまでの取り組みを通じて蓄積したノウハウを被災地内外に普及展開するとともに、継続的な支援を必要とする地域や事業者に対し、復興状況等に応じて重点的に支援を実施していきたいと考えております。品武史君。これまでも取り組んできたことをさらに進めていくということなんですが、ではこれまでの取り組みの成果を伺いますけど、人口減少等の地域課題を解決する上でですね、移住者がどうなっているかとかですね、復興支援員の定着率はどうなっているかということをお尋ねしたいと思います。平田復興大臣。被災の市町村ごとの移住者数については、各自治体において地方創生の総合戦略を策定するにあたりまして、それぞれの把握の仕方により、目標を定め、数値を把握しているものと認識しております。復興支援員の定着率については、総務省の調査によれば、令和2年3月末までに任期を終了した支援員のうち、県外から来た支援員の約6割が同一または近隣の市町村に定住しているところと聞いております。品武史君。移住者数については市町村ごとに把握しているということなんですが、被災自治体そんなに数は多くないわけで、そういったところにヒアリングすればすぐ分かる数字ですよね。でかつ3月10日の私この委員会でですね、やはり前大臣も移住者数答えられなかったんですよ。で答えちゃんと調べて答えるべきではないかという話をしたら、ご指摘の点は私どもも受け止めてまいりたいとちゃんと答えてるんですよ。いまだに把握してないということはどういうことなんですか。やる気がないんじゃないですか。把握しようと思えばできる数字でしょ。今の話からするとなんで答えられないんですか。お答えください。平沢復興大臣。私たちが県から聞いた数字で言いますと、岩手県は県じゃなくて被災市町村ごとに聞いてますよ。いや今手元にあるのはこれ県のあれなの。それはこの間もそうだった。通告してますよ。これは県市町村のやつあるの。止めてください。通告してますよ。前回も答えられなかった。3月にも答えられなかったんだ。止めてください。岩田復興大臣。ここにあるのは県で市町村のやつはおそらく事務当局まだ集計していないんだと思います。いずれにしましても大変申し訳ございません。これは私の責任で必ず至急やらせます。委員長。はい、品武史君。
これですね、3月にも同じことをやって答えられなくて、当然調べてると思ったんですよ。でね、やる気が全く感じられないんですね。かつその時3月10日にはですね、まさにこう移住者を増やすということについて、前大臣もお尋ねしたところですね、移住者を増やすための取り組みというのは一番重要なことだと前大臣お答えになってたんですよ。にもかかわらず現在移住者どうなってるのか実態も把握してないと。どういうことなんですか。全く前大臣から引き継ぎがされてないのか、それとも役所の皆さんやる気がないのか、これ大問題だと思いますよ。本当にこれ復興をね進めるにあたって去年の暮れに基本方針というのが新しく出ましたよね。これも大臣、これはさすがにお読みになってるかと思うんですけど、その基本方針の最初の方にですね、コミュニティを再生し持続可能で活力ある地域社会を作り上げていくということをきちんと書いてるわけですよ。まさにその持続可能な活力ある地域社会を作る上でですね、この移住者をどうやって増やしていくのか大事な課題ですよ。もう前大臣が一番重要なこととおっしゃったことについて現状把握すらしてない、これ大問題で、ぜひ平沢大臣のリーダーシップで至急現状を把握していただけませんか。もう一度答弁お願いします。平沢復興大臣。都道府県もありますし、資料見てますと細かい市町村別のやつもあるようですので、ただそれの集計とかそういったのはデータとしてはちょっと今ここの手元にありませんので、そこは私の責任で早く集計して、それで先生のところに届けさせていただきます。はいはい、委員長、品武君。これね、3月に質問しててこのありさまですからね、私は愕然としましたよ、正直言って。これ大臣しっかりお願いします。それで移住者を増やす上でですね、今日資料をお配りしてますけど、事業復興型雇用確保事業、これ、制度要求になってますけれども、これをですね、ぜひ活用すべきではないかということもですね、3月10日に私前大臣にお尋ねしました。その時の前大臣の答弁は本当に実の上がるようにしなければならないということで、賛同を示されたわけですよ。実の上がるようにしなければならないという中で、私はこの雇用促進事業、雇用される側が今の仕組みだと被災地域内の方しか雇用の対象にならないんですが、そういった方を雇用して初めて補助金が出るわけなんですが、それだと移住者に対しては適用がなかなか難しいわけですね。なので移住されるような方を雇用される場合もこの補助金が出るような仕組みにすべきではないかと思うんですが、いかがでございましょうか。平沢復興大臣。お尋ねの事業復興型雇用確保事業については、職を失った被災者の生活を維持し、求職者を救済する趣旨から、被災者に限定することは目的に沿った適切なものと資料しております。人口が著しく減少した被災地への対策として、本事業の枠組みを変更すべきとの委員のご指摘でございますけれども、産業育成や地方創生など幅広い施策で、どのようなものが適切かをよく検討した上で対応すべきではないかなと考えております。以上。品武君。まさにこの、事業復興型という中でですね、 NPO も移住者を増やしたりとかですね、コミュニティを活性化するためのいろんな事業をしているわけですよ。そうした NPO が雇用を増やした場合にも、適用されるべきだと思うんですが、この点について、NPO には適用があると聞いてますけれども、間違いないですか。昨日確認したところなんですけど、確認したところです。止めてください。止めて。なんで答えられないんだ。復興大臣、ちょっと待って。復興大臣よろしいですか。はい、復興大臣、ちょっと一回答えさせて。平沢復興大臣。
移住や雇用の促進にあたっては、地域に根ざした NPO 等の多様な主体と連携して取り組むことが重要でございます。被災地においても、移住や雇用の増加に資する取り組みを展開する NPO 等に対して、地方創生推進交付金による支援が可能でございます。復興庁としては、復興局における地方創生政策の相談窓口機能の強化を図り、当該交付金をはじめとする地方創生政策のさらなる活用に向けた連携を強化しております。こうした政策によりまして、地域の魅力を知る NPO 等の活動支援を含め、持続可能な地域社会の実現をに向けて取り組んでまいりたいと思います。答えてないです。はい、はい、以上。品武志君。今ね、事業復興型雇用確保事業の話をしてるんですよ。今の制度の話を。この中で、雇用する主体が NPO の場合であっても、この補助金は得られるのかどうかということを聞いてます。これ昨日事前レクの時に確認しているところなんですけれども、改めて大臣に確認します。はい、平沢復興大臣。 NPO は対象外だそうです。対象外、ちょっと待って、対象外ですか。昨日聞いたのと違うんだけど。そうです。ちょっと止めてください。止めてください。はい、ちょっと事務方ちゃんと説明して。めちゃくちゃだよ。整理してください。昨日聞いた。はい、じゃあ早期止めて。平沢復興大臣。今確認しましたら、やはり対象外だそうです。外。ちょっと待って。はい。品武志君。やっぱり大臣まずいですよ、復興庁。これね、昨日メールで確認してるんですよ、一応質問する前に。事業復興型雇用確保事業における事業主は NPO 法人でも対象となるのかという問いに対して、お問い合わせの件につきましては、NPO 法人であったとしても雇用保険の適用事業所であり、支給要件を満たせば対象となりますと、ちゃんと答えてるんですよ。なんで対象外になるんですか。どうなってるんですか。ちょっと止めてくださいよ。整理してくださいよ。答えられる。止めてください。じゃあ早期止めてください。してください。平沢復興大臣。大変失礼しました。正確には対象外かないかはっきりしませんので、これは一旦引き取って後にまた報告させていただきます。ちょっとそれはおかしいよね。ちょっと今整理させてください。で、後に質問回してもらって、ちょっと後に回してもらって答えられるようにして。じゃあ大丈夫なのか。ちょっと待ってください。その事実関係をちゃんと整理しないと。じゃあ時計止めてください。
ください。平沢復興大臣。大変すみませんで、よく申し訳ございませんでした。適用、雇用保険の適用される事業所であれば対象となるということだそうです。なるんでしょ。はい、品武史君。いやだからさっき大臣が答える前に後ろで言ってた人は何なんですかね。私ね、確認のために聞いたんですよ、昨日もらってる答弁。それでこうですからね、大臣まずいですよ、復興庁組織として。もうこの委員会も成り立たなくなりますよ。私大臣本当これなんか最近私も思うんですけど、復興庁全然司令塔の機能を果たしてなくてですね、何か質問するたびにちょっと私ではわからないので担当の厚労省に聞いてみますとかですね、国交省に聞いてみます。何のためにこれだけの組織あるんですかね。今のなんか最たるものですよ。昨日聞いたことと今日話すことが違うなんてありえないですよね。分かってる人がいないんじゃないですか、復興庁の中に。大丈夫なんですか本当に。これ被災地に対して失礼極まりない。何が被災地に寄り添うですか。全く寄り添ってないですよ。司令塔の機能を果たすんだったらちゃんと皆さん勉強してこの場に臨んでくださいよ。大臣ぜひそこを徹底してください。でその上でですね、私陸前高田市に先日行ってまいりまして、 NPO の方々5つぐらいの方から活動状況を伺いました。まあ、移住者を増やしたり交流人口や関係人口を増やしたり、あるいは復興支援員や地域おこし協力隊が定着しやすいようにですね、コミュニティに溶け込むためのいろんな仕事をされているということで、これを NPO の皆さんというのもですね、まあ、復興によっていろいろ作られてきたインフラと同じようにですね、地域にとって極めて重要な財産だというふうに私は認識しました。まあ、そういう中でコロナ禍もありですね、そうした交流人口を増やすとか関係人口を増やすとか、そういった事業から NPO も収益を得ているわけですが、そういうことが難しくなってきているわけですよ。ただこうした活動をしている貴重な NPO をここで途絶えさせるわけにはいかないというふうに思っています。まあ、被災地の移住者や雇用者を増やしたり復興支援や地域おこし協力隊の定着率を高めるためにも NPO の活動をもっと支援すべきではないかと思います。これ後ろからまた変なことを言われるとあれだから、大臣の言葉で NPO の支援について思いを聞かせてください。平沢復興大臣。NPO の方全国で頑張っているということは、この前私全国の拠点で頑張っている方とお話しして通説に感じたところでございます。でそういった NPO の方が被災者のいろんなお世話をしてくださっているわけでございまして、こうした NPO の皆さん方に対する支援というのはこれ当然のことで、私たちはこれもっと NPO ので現場で、頑張っている方があまり苦労することないようにできる限りのお手伝いはさせていただきたいと考えております。品武史君。その上で最初の話ですけど、この事業復興型雇用確保事業、移住されている方に適用がなかったりとか、あるいは NPO の場合に、本当に使えるのかどうか、なんか今も中途半端な答えをされてて、あんな答えを国会でするようだとですね、NPO の皆さんにはこれ本当に使えるんだろうかという疑問を持たれるわけですよ。 NPO の皆さんにもちゃんと要件を満たせば使えるんだということも示した上で、かつ制度的にもですね、移住者を増やすためにもっと使い勝手がいいようなものにしていく、これも大臣のリーダーシップでお願いしたいんですが、いかがでしょうか。平沢復興大臣。NPO の皆さん方に使いやすい、そして本当に喜んでもらえる制度にするのは当たり前のことでございまして、そこはNPO の皆さんに対する広報も含めてしっかり取り組んでいきたいと思います。篠武史君。まあ、10年の節目を迎えるにあたって来年の4月からはですね、岩手の復興局は釜石に移り、宮城の復興局は石巻に移ると、よりまあ被災地に近いところに行くわけですね。で、大臣も所信でおっしゃってました。残された課題について被災者に寄り添い
地域の実情に応じてきめ細かい対応をしていくということをおっしゃってましたですね、最初の方で。で、まさにそういった、寄り添って、きめ細かい対応をするというのであればですね、復興庁が率先して職員のですね、被災地への居住とか、そして居住した上でテレワークを進めていくとか、こういうことに取り組むべきだと思いますよ。この復興庁の職員が被災地に居住してテレワークを行うことによって、まあ、被災地域にとってもプラスになるでしょうし、復興庁にとってもプラスになるでしょうし、日本全体にとってもですね、これから地方分散社会を作っていくと、あるいは課題先進地と言われている被災地でいろんなことを官僚の皆さんが学ぶ、これ日本にとってもいいことです。これ、被災地にとっても復興庁にとっても日本にとってもですね、復興庁が率先して被災地への居住とテレワークを進めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。浦田復興大臣。被災地に親身に寄り添うという点について言いますと、来年度には岩手復興局、そして宮城復興局をそれぞれ沿岸域に移設し、残された課題に積極的に取り組んでいくことを予定しております。さらに本庁職員もコロナ禍の中、被災地関係者の理解が得られる範囲で、感染拡大防止のための措置を取りながら、被災地への出張を継続しているところでございます。また必要に応じ、テレビ会議システム等を活用して、被災地としっかりコミュニケーションを取っているところでございます。ただ今、委員のご指摘のところも踏まえまして、今後そういったことも今後、検討に入れていきたいと思いますし、まあ、いずれにしろ被災地との意思疎通を図り、実情をしっかりと把握しながら、復興のさらなる加速化に全力を尽くしていきたいと考えております。委員長。はい。曽根武君。はい。実は陸前高田もそうですけれどですね、区画整理でかさ上げした土地についてはまだまだ活用が進んでないんですね。マッチングということも今復興庁やられているようですけれども、昨日その実績をお聞きしましたところ、売りたい貸したいという希望者の案件が、まあ、1158件ぐらいあるそうなんですけど、土地の筆数でいうと、でその中でまとまっているのが 21% ぐらいだと、あるいは面積ベースでも 22% ぐらいしかまとまってないということのようなんですよ。で、こうした被災地の実情をつぶさに見ていただいて、どうやったらこう被災地を活性化していけるかということをですね、まさに大臣も、同じ所信の最後の方にもおっしゃってました。復興の司令として現場主義を徹底し、被災者に寄り添いながら、引き続き一日も早い東日本大震災からの復興に全力で取り組んでいくということをおっしゃってるわけだから、ぜひこう本省にいて、なんかよくわからないその各役所との連絡役をするんじゃなくて、現場にまさに常駐してですね、被災地に寄り添うような現場主義の仕事をしていただきたいと思ってます。大臣、最後にその点。決意をお尋ねします。浦田復興大臣。今の委員のご指摘の点は私と全く考え方は同じでございます。これ現場見ないで語ることなかれで、現場見ないでただオンラインが、まあ、普及したにせよ、やはり私は直接行って、直接見て、直接肌で感じて、直接聞いたことで私たちは仕事を進めていかなければならないと思います。で、現場主義というのはそういう意味でそちらの私のあれの中に書かせていただいたわけでございまして、その現場主義をさらに徹底するようこれからしっかり取り組んでいきたいと思います。はい、委員長。はい、今日ご提案申し上げたこと、大臣のリーダーシップでですね、なるべく早く前に進めていただきますようお願い申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。次に岡本明子君。はい、ちょっと少々待ってください。次に岡本明子君。